では脅威が仲間に入ったので早速また行きましょうか。こちら側、今回は攻め落とせるはず。裏切りおったか、まとめて始末してくれるわということで、うん、一部隊いなくなってるんで。さて脅威戦闘、敵を引き寄せるのは何だっけか。あ、擬態だっけか。一旦擬態やっといて、で敵の状況、各使ってくる人確保得、近畿は圧力低い、コーランも柵は使ってこない、確保得狙いましょうか。あとは家計成功したね。敵が場外出てきて防御力が弱まるそうなので、うん、家計も4部隊しかいないからいい感じに効いている。こちらも一発が1000だったからかなりの威力で、脅威そのものも兵数多いので、あと1回訓練やったので、まあ、それによっても兵数上がってるかなっていうね。どうするか、ここら辺倒して、3700、結構持ってくね。半分近くは持ってってる。あー、なるほどね。長文も3000ほど。下の方も気力は低いので、あっさり倒せそう。脅威がちょっと危ないけど、まあ、耐えられるでしょう。全体。これも全体。一番上倒せば、さらに2部隊になった状態の威力が入るはず。3000。3700。倒せるんじゃない？うん。1672を全部削った。さらに3000。すごいね。いまいちどうしてこうなってるかがよくわからないけど。では中入りましょう。では兵数とか回復してからさらに進めます。では会話していきましょうか。天水。孔明様がこちらに向かっている。明日には疲れるでしょう。でも一応宿屋に泊まったから、特に宿屋に泊まるというイベントではなさそう。北東に行くと陳層。北西に行くと外邸。あー、なんだろう、選択迫られるのか、これは。陳層城には強力な武器が蓄えられているそうです。今、武器屋覗いたんだけど、お金がなかったので何も買えず状態。どこかでお金稼ぎしたいけど、余裕があるかどうか。さて、孔明がやってきている。さすがに玉座に座ってないか。陰宗城と外邸の攻略も任せたぞ。うん。二箇所、どちらからでもいいのかな、これは。さて、この人。外邸に行くには、渡し船に乗らなくてはなりません。渡し船に乗るには、渡航場が必要。渡航場。この人が来れそうな気配あるけど。渡航場は、陳宗城を守る、各省、将軍が、持っている。陳宗先行かないとダメってことか。で、位置関係が、どうだったか改めて確認しないと。陳宗城がどちら側だったか。北東が陳宗ね。では行きましょうか。では北東側。到着。各省。他、課金とか領収とか馬岩。旅行。各省が能力高い。課金も知力が高い。それぐらいか？あとは、清涼系の武将。うん、下二人はそこまで強くない。まあ、これも城の中にいるから特殊で、擬態の系。
これは下の方を狙っていきましょうか。失敗か。まあ、これがあるからね。普通に、波形とかやった方がいいような気がする。2500も削れてるし。通常でも1000か。まあ、多分、スタッフが引けば2倍ぐらいにはなるんだろうけど。何度もやるよりかは、波形とかで、敵削った方がいいと思う。どうするかな。まず1部隊倒すか。この後家計で全体でやってもいいし。5000一気すごいすごい。でやっぱり同じキャラクターにやってると失敗になるのか。これ何敵何かやってた。そんなことないよね。単なるミスが連発してるだけか。うん、まだまだ問題はなさそうなので。いや、問題あるか。一旦回復挟まないと。全体。強運で回復。1000ぐらい削れてる。悪くはない。だからやっぱりもう1部隊ぐらいは削らないと威力はそこまで高くないよね。4000程度なんで。まあ、4000も十分といえば十分だけど。各所をできれば倒してくれればといったとこなんだけど、あと少し次で終わりそう。今日今ダメージそこまで受けてないならば回復せずに、やってしまいましょうか。いっぱいね。課金の方も知力高いけど、それでも効いてるからいいと言えばいいんだけど、各所ここで倒してくれてればね、大ダメージ、下の3人に入ったと思うけど、これで各所を倒して、あとは課金、倒せばもう問題はなくなる。うん。回復はまだやらなくていいかな。金通常150ぐらい食らってる。これで2200。バガウン倒せないか。倒してくれるものとばかり思ってたけど、こうすればこちらの東部の家系でも課金効いた。バガウンも倒していいね。思いのほか系が有効に。これで何するんだっけか。では回復やっておきます。では話聞いていきましょうか。金創城、昔はここからすぐに長安へ行けた。今では道が閉ざされている。この城にある渡航場。なるほどね。そういえば、そんなものを持ってこいと言われていたような気がする。外邸に芝居の軍が向かっている。孔明が今いないけど、初対決は脅威と芝居の可能性がある。外邸への道は狭くて危険。十分注意してください。こんなのばっかだね。だから渡航場、これによって、うん、船で行けるはずだから。まだが船で行った後に狭いところ通る可能性がある。雷神の槍、いかにも強そうな。雷神の盾、風の兜、今まで聞いたことない武装がたくさん。モロハの斧、だが今斧使うキャラクターいないんだよね。投降の鎧。投降の鎧。投降兵の投降か。では、設定とかやっときます。では、行きましょうか。これ、東ではなく、こっち側、今、船あったね。では、この人と会話。渡航場のないものを船に乗せるわけにはいかん。
見せましょうか。確かに加工場だ。しかし近頃陳宗城を攻め取った奴らがいると聞く。うん、なかなかそうであろうということで。誰だろう、神秘か。威力が高い。まあだからそれ以上でも以下でもない。水流の系全体やっといて、こちらも水流の系。まあしょうがないか、神秘に対しては。だが威力ないね。とはいえここで家系使ってもそれはそれでまた威力ないと思うんで、4000ぐらいか合計で。馬長攻撃失敗、1200。なんか長雲の方が威力が高いような気がするけど、そうでもないか。敵の兵数が多いと多分与えるダメージも大きかったとか、そんな感じでしょ。さて長宝1000人ほど、一旦兵数回復した方が良かったかもしれない。またここ倒した後一旦戻ってまた回復やってまた来た方が、この行った先が楽になるかも。水流で再び通常攻撃で長雲も水流。あー、まあこれに関しては下の方の兵士何体か倒した方が楽だったかもね。いっぱい成功。1300いけばいいけど、さすがに甘いか。だが十分な結果になっている。1500。馬長に今強い武装も立ててるので、多分他と比べて威力があるはず。特に東方とかと比べてね。倒した、あとは一斉でいいでしょう。そして芝居が来るのかどうか。猛攻撃、終えて、これでようやく船に乗れる。だが一旦戻って回復だけはやっときます。では行きましょう。うん、すぐそばだね。でここから上か左側。あー、この狭いところ何があるんだろうな。あ、通れた。退却時に何かやられそう。強心強威よ。どれだけ義の国境を犯せば気が済むのだ。これ以上の進軍はこの俺が許さん。東進、王老、長江、正義。東進はバランスが良い。王老は知力が高い。長江、まあ長江かな、先に倒すのは。正義は能力低い。長江優先。いや、長江に策をやってはダメ。となると正義か。いや違うな、兵士を先に倒して、その後落石を4部隊に向かって放つ。うん、一発で倒せた。これで1700。2部隊3400か。いや、そこまでではなかったな。投稿2700持ってった。柵返し。ミスをしている。激面抜け失敗。うん、なんとかなりそう。逆に向こうが柵使って何度も何度もミスしてくれたのは助かった。こうなるとどうなんだろう。王老とか先にやった方が良かったかもね。長江じゃなく。東進、そこまで威力がないぞ。700ぐらいしかダメージ与えてない。このターンで長江は倒せそう。次は王老か。もしくは総進か。
今敵の攻撃を一切受け付けなくなったので、兵士先倒すか。でこの辺りで回復。波長は防御でいいか。甲虫それなりに知力あると考えて、一発では倒せない。完服で回復。確か策を解くのはなんだっけか。多分持ってはないと思うけど、正義は倒した。策が解けるかどうかちゃんと確認しましょう。解けない。策を解くのは何だっけかな。下策か。策略。下策は多分持ってないはずなんでね。下策はない。ということで、策のみで何とかしないとダメなんだけど、ここまでポイントが余ってるわけでもないから。だが、宗心倒した。あとは往路のみ。往路に関してはもう脅威のみでやってしまって。SP が限定的なんで。当たれば一発のはず。素晴らしい。この屈辱は忘れぬぞ。退却制ということで、宗心がまた出てきそうだね。多分だけど、まだ曹操がいる扱いになってるので、この辺り今後どうなるか。ここ回復できる場所ないか。一旦戻りたい気がするね。リヴァイの軍がこの外邸に来るという話だったのですが、一体どうしたのでしょう。なんだろう、モータツの策とかで、そっちの方行ったか。上陽の方に。どうなんだろう。噂では孔明様が発明していた新しい武器が完成したそうです。一度孔明様のもとへ戻ってはどうですか。なるほどね。まだ芝居との戦いにならないってことか。この人は、ここは外邸。良い言葉を教えましょう。逃げるが勝ち。戦ではかなわないと思ったら逃げることも必要です。では行きましょうか。多分ここで敵が出てくる。これはどうだ、一般の兵ではない証拠。敵は芝居様の策に落ちたぞ。一気に片付けろということで、まあそれでもこれ普通に戦って大丈夫？なんか勝てそうな気配あるよね。まあこの後続々と来るかもしれない。道中の攻撃。なるほどね。1ポイントしか。ダメージ与えられない。も失敗。向こうも失敗。退却しましょうか。これは一歩一歩こういうのがありそう。徐行。徐行今回初じゃないかな。赤壁の時にいた可能性はあるけど。徐行と長行。これは、威爆強。威爆強って書いてあった？芝将じゃなくて。芝将か。単なる見間違いか。威橋。これなんだろうな。一作目の方がもうちょっとかっこよく描かれてたような気がするけど。芝橋、芝将はね。最後、じゃあ来るのは、芝居中達自ら。来てるね。我が策に落ちた。潔く観念いたせ。逃げましょう。逃げられたか。なんだなんだ。ダメかと思って。で、そこで、諸葛亮が助けに来るかなとか思ったけど。では、移動だけやっていきましょうか。到着。回復だけやってきます。では、諸葛亮とまた会話。危ないところであったな。脅威将軍。どなたは編成所で休むがよかろう。
あ、なにこれ脅威いなくなったね。で、孔明ちゃっかりまた来るってこと？武器も完成した。名付けてレンド。戦闘中使うと、絶大な威力を発揮する兵器。受け取るがよい。これはどうなんだろう。知力に影響するのか、武力に影響するのか。共に外帝攻略に向かうとしよう。孔明仲間に加わった。ではまた編成とかやりつつ、向こう側行きましょうか。さて、再び到着なんだけれども、今回はどういう感じになるか。航路を懲りずに来たが劉備軍。今度こそ息の根を止めてやろうということで、今回芝居がいないので簡単でしょう。で、脅威入れてまた観光情報は出せず、長雲を入れたままで諸葛亮。この5名で今来てます。さて、もう問題ないでしょ。このメンツならば。陣形、一文字の陣のままだったな。唱えるか。魚鱗にやっといて。攻撃力は高くなるけど、防御力が下がるという、そういう陣形。道中、時間かかったんで。それにしておいたんだけど、やっぱり魚鱗の方が、1番目と5番目、軍師を組んであればね、いいような気がする。この陣形の方がね。さて、まあ、このままもうオールを殴ってしまって、あとは諸葛亮で、全体かけ。倒しきれなかったけど、まあいいでしょう。1300ほど。あっと、ちょっと待って、今敵なんかやったっぽい？見てなかったけど。激面の刑。何度もやっている。となると、家系とかを中心にやっていけばいい。そして、レンド。これ使えるので、レンド使っていきましょう。脅威がいい感じに兵数多いからね。一番前を任せるの。動かしやすいような状況になってる。レンドを使った。失敗成功。2000ほど。家臣の計失敗。成功、超高。3100。あとは超高のみになるかと思いきや、そんなことはなかった。多分今、下策使ったら、向こうの策も消えると思うんだけど。ん？これちょっと待って。家臣の計なんで全体にならない？なんかあるのかな？さっきまでできたと思うけど。理由がわからない。まあでもいいでしょ。一体に向かって使っていきましょう。何か策やられてる可能性もあるけど、まあそれでも普通に倒してるんで。走り抜け失敗。連動で最後。とどめ。これね、わざわざボタンを押さなきゃいけないような状況になるから、ポケット見てるわけにはいかないんでね。下策の刑、失敗している。こちら側も下策は、使えるね。孔明今、軍師にしてるので、まあ、その関係で、使えてるんだと思う。そうだ、この後まだ戦い続く可能性あるから、というか今、通常、普通に通ってた。砦まで退却せいということで、あんまりここでガンガン使うわけにはいかなかったね。では、砦の前で、野営を、上か？名称忘れたけど。どこだどこだ？野営の道具。買っといて。では、行きましょう。初の、諸葛亮対芝居と思いきや、宗春がやってきてる。芝居どこ行った？長江かな、やっぱり。先にやるんであれば。まあ、そっかそっか。もう、これ普通に殴っても問題ないので、長江に関しては。レンド使っといて、殴って、諸葛亮は全体。
ああ、倒せない兵士一発で失敗成功600ほど。多分連打も敵の部隊数によって威力変わると思うので、早めに下の兵士を倒しておきたい。この兵士全部持っていければいいけど、甘いか。1000ほどダメージ。多分今長方が一番強い武装を持ってると思うので、今2700ほどダメージ与えたけど、回復はいらないか。観光は連動、諸葛亮ももう一回かけ、投降も失敗か。これで4部隊になったので、連動の威力とかがどうなるか。変か、多くないね。2000ぐらいいくかなとか思ってたけど、連動使った。失敗失敗成功500、あまり大きなダメージではない。普通に殴った方がいいかもね。使い勝手いいのかと思いきや、あまりいい武装ではないような気がする。諸葛亮のために回復するかどうかだけど、まだしなくていいか。もしくはもう正義をとっとと倒して、さらに部隊数を減らすのも有効だったかもしれない。まずこれで長江を倒して、部隊数3、観光役に立ってない、微妙に残ってるね。それでも威力上がった感じはしないよね。1000とかそれぐらいなんで。これで正義倒してどうするか。これはまあ通常の殴りはそこまで威力ないと思うので、陰線やっといて、モーロを倒して、全部全開。これで4000ほど持ってった。すごいね、相変わらず。芝居はいつ来るんだろうな。入ると即座とかそういうことでない？そういうことではない。外邸、逃げるが勝ち。以前と同じようなことを言われてる。芝居は突然兵をまとめて引き上げました。なるほどね。じゃあどうすればいいんだろう。ここからさらに先行くのか。夜国と呼ばれる険しい山道を越せば、曹操軍の武器が蓄えられている路上へ行くことができる。一旦回復しに戻って、でまたやっていきたいと思います。では戻ってきたので行きましょうか、この場所。ここ抜ければ、路上という場所にたどり着く。円筒使っていくかな。戦ってもいいけどね。お金。左側宝箱ぐらいはあるんじゃない？結構長いね。いや、宝箱はなかったけど、向こう側に行ける。気になるけどな、宝箱も。何かしら。経験稼ぐような必要性が出たら、またここ来ましょう。覚えていたらだけど。真空の槍。槍は、長雲、観光土流、長方改心。まあ、どれがいいのかが正直わからないけど、長雲がまだ威力低いので、多分これは真空の槍にすると、かなり威力が上がるはず。今150。いや違う、同じ武装だな。
なるほどね。真空の槍は威力ない。最新の槍の方が威力がある。あー、なんか宝箱気になるけど、もういいでしょ、行かなくて。ではこの中入って宿屋ある。回復だけやってきます。さて、会をやっていきましょうか。年寄りだけど村放浪、放浪いまいちわかんないね。今しきりに曹操は火薬や硫黄を集めている。一体何に使うのかのということで、何に使うのか。この村の水は天下の名水、欲しければ持っていくがいい。じゃあ水を入れる入れ物を持ってない。なんだろうな、火薬に対する対応策か。この村には若い者がおったのじゃが、みんな曹操に連れて行かれた。下に見えるのは夜国の石座。なるほどね。行きましょうか。おっと、行きましょう。さて、ここを少々、少々義の首に当たるところ、貴様らには渡さんということで、曹操総職構成準優。曹操が、曹操知力も高いね。知力低いかと思いきや、曹操は当然知力が高い。構成あたりか、全く使えないの。準優も当然高い。となると、どうするか。一番下の兵士まず削って、準優あたりか。いやでも、知力、まあ、知力高いからやんないとダメか。どういう順番でいこうかと迷ったけど、装飾先でもね、いいような気もしたけどね。壁面の経緯。これで一番下の兵士削れればいいけど、ちょっと削れそうにないか？微妙だね。997ぐらいで止まってしまいそう。いやいやいや、連動やっとくべきだったな。これならば。あ、次のターン。まあ、順位も結構削れてるしで。暗殺、装飾。危ないことをやっている。策開始。これは、まあ、先に順位でいいか。数を減らして家計の威力を増す。失敗成功。まあ、さすがに順位には効かない。兵士倒して。続いて孔明。2000近くまで持ってってる。順位も一緒にと思ったけど、1300ぐらい ?1300 か。とはいえ、二人目。まあ、次は装飾でもいいしで。いやでも、普通にやっても勝てるか。なんかすごい威力あるね。当然武器とか買ってきてるからだと思うけど。装飾。装飾はそんなに威力ない。構成ももうたかが知れてるでしょ。構成かけ、あとは装飾削りつつ、孔明もまたかけ。多分下手すれば、孔明の家系で2000ぐらい持ってけない？持ってった。素晴らしいね。いまいちこの威力のね、出方がよくわからないけど。第5、観光で装飾倒して、3代目、4代目を一応倒し終えたことになってます。さて行きましょう。夜国の席。下にあるのは路上です。路上では曹操自らが大量の軍事物資を蓄えて劉備軍が来るのを待ち構えております。では回復やってから行きましょう。いや、その前にこの人、いよいよ曹操との決戦ですね。劉備も出せればいいんだけどね。ではもうちょっと待って、ここ役所、回復一旦戻るかな。
回復してからまた来ます。いやこれ一旦上行って上のこの手前でなんだっけか回復するアイテム、脅威野営の道具、では行きましょう。うん、まだこの時代にも曹操が生きている。共に太平の世を築こうと語り合ったものだが、本当か？お互い進む道が違ったようだ。英雄並び立たず、天下統一を果たすのは、この曹操孟徳だ、ということで、曹操京都は天生きてるね。孟徳純育。曹操バランスいい、知力の方が高い。ちょっと、知力が低い。天意も同じく。冒徳も知力低い。純育が知力高い。どうするかな？もう、家系でこの辺り、巨著か宝徳、天意、どれでもいいけど、ここら辺倒すという手がある。全体でやるよりかは、単体で今回は。どこまで削れるか。安全か。悪くないね。暗殺失敗。4000、2000ぐらいか。まあ悪くはない。連動使ってってもいいけど、まあ、このまま、普通に殴りましょう。一旦回復入れるかどうか、ちょっと厳しいんじゃないこれ。大丈夫か大丈夫か。何歩食らう。まあ、一旦回復は入れないとダメだよね。将軍が一番兵数少ないから、回復やっといて。ひょっちょ、単体倒すか。まあ、単体でいいかな。もしくは別に策略使ってこないから、変異の方やってもよかったけどね。まあ、一回で倒したからよかったけど。あとは天意と宝徳バランスよく、やってもいいし。まあ、しょうがないか、今のは。巨鳥が倒れている。次、純育行くか、曹操をとっとと倒すか。暗光が結構ダメージ食らってる。これでもう全体で、あとは純育。暗光は回復。どちらかでいいので、曹操。波形聞けばね。その後楽になるでしょ。総運の攻撃順位く。1300ぐらい。曹操が策使ってこないから、この手は助かる。曹操をこんがり焼いて。3000近く持ってってね。宝徳に効かない。威力低いはずだけど。1800。順位区まで、ほんと、家計が効いている。あとは順位区倒せば、楽に終わりそう。これ回復やったよね。なんか回復してないかのような。どうするかな？宝徳先に。3000。200。あとは一斉でも大丈夫なぐらいには減らしたと思うけど。うん。なんかそこまで強いって感じではないよね。手応えはないというか、まあ、こちらが強くなりすぎてる可能性がある。特に訓練所使ったから、それでちゃんとレベル上がったので、同射点でも、この辺りは楽になってるような気がする。純育倒した。純育ももうこの辺りの時代はなくなってるはずだけどね。220年あたりと考えるんだればね。この足が破れるとは。まあ、最後の敵は多分芝居だと思うから、曹操もなんかかませ犬的な感じになるのかな。さて、では、老女、回復やってきます。では今回はこれで終えてまた次回続きやっていきたいと思います。また次回続きご覧いただけたら幸いです。ではでは。